おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、夜勤明けて次の朝なんですけど、6時間ぐらいかな寝たのってうん、なんかね、夜勤がやっぱね月5回ぐらいでした、この前が。はい、まあいいことなんですよ。ぶっちゃけ言うといいことなんですよ。夜勤が少ないのはストレスも少ないからね。ただね、一人暮らししてるとやっぱお金が気になってきて、結構ね、ジレンマに悩まされております。一ヶ月過ごしてさ、どうなるかなんだよね。今んとこ食費とかもちゃんとしてるつもりではいるんだけど、ねえ、皆様家の映像とかお届けした方がいいんやんね。ちょっと、うん。お届けしたくないですね。怖いから。じゃあ今日はね、忘れかけていたものがありますんで、それをやります。行ってみよう。はい、こちら、大魔女バーバラに挑戦。魔法使い僧侶がね、共に50以上になったので、今更ですけど、むっちゃ今更ですけど、大魔女バーバラ、挑戦できるようになりました。これを挑戦すれば、賢者ができるようになりますね。しれっとなんかさ、右に伝説の勇者に挑戦あるんだけど、もう勇者なれんのかよ。さあ、挑戦者の登場だ。今更賢者ですよ。ここまで賢者が遅い人もなかなかいねえな。モンマス、バトマス、賢者の順の人見たことないぞ。さあ、バーバラですよ。来たが。いや、来たね。お、上から来ましたよ。バーバラ、来ましたよ。太ももが。もう、うちのライブでは、もはや、こいつの名前は太ももだ。バーバラっていうのはね、基本的に推奨されてない攻略の方法が、呪文で行くことです。賢さがね、バーバラすごく高くって、いくつだった ?200 ぐらい ?300 ぐらいあったよね。そのバーバラに呪文を挑むっていうのは、極めて危険な行為なんですよ。呪文で行きたいと思います。来ました。バーバラが腕を組んでいます。こっちはあんまり認定されないんですよ。正味こっちはあんまり認定されないんですよね。ライアンも腕組んでるけど、バーバラも腕組んでんねんけどな。いや、なんでこんなバカみたいに呪文で挑むか。まあ、ここまでもう動画見た人ならわかるでしょう。こちらでございます。もちろんその通り。行きましょう、ムーンブルク。バーバラの魔力ごと貫いてくれるわ。来ました、魔力覚醒です。これで耐性無視の一撃を放てば、まあ、バーバラであろうと、メアビね。オッケー、行くぞバーバラよ。呪文を受けてみよう。呪文貫通いけ。はい、ドンワー !603! そういうことですね。呪文で、おい、バギー、スカートめくるぞ、ほら。行くぜ、スカートめくったの、ほら、行くぜ、ドンスカートめくるとかいうレベルじゃないやろ、出てるダメージが。おーおーおー、半分削ったぞ。月光か。この月光ね、回避率上がる嫌な技でもあるけど、ホースビルがマヒルのは良くないよ、ちなみに。ホースビルマヒルと良くない。オッケー、ライキー。輝いて言っててもね、呪文は回避不可能ですからね。ここでホースビルさらに魔力覚醒からね、メラミ撃ちますよ。これはもう勝ったべ。これ、ね、3体動き出してでも勝ちだろ。向こうがマジバを使わなくてよかった。怖いのはね、向こうがマジコアリ合わせてきちゃったことなんだけど、さすがに大丈夫だと思う。さあ、あとHP500 をね、削ります。2体目からダメージ。おっと、何する何するんだこれ。何使ってくるかに、ね、だいぶか。いや、呪文なんで。そうだね。これね、物理で、基本的にバーバラって物理とか、そういう爆発属性の技とかで攻めるのが一般的なんで、まあ、間違ってはないスペシャルカードですね。バーバラのスペシャルカードとしては。弱い尻つぼみになってんじゃん、俺らのダメージ。弱い。いや、やっぱりな。つばぜりしまーす。さあ、何すんの？あ、結構、まあ、ダメージですね。負けないからいいから。つばぜりしたら、だって向こう、他の2体が呪文して、ダメージ量的に考えたら、他の2体がさ、つばぜりできなかった。つばぜりできないっていうパターンが発生しました。あ、つばぜりできないのね。つばぜりさせてくれないのね。さあ、一気に押し切りましょうよ。じゃあ。さすがにね、100ぐらい出てるから大丈夫だと思うけど。さあ。まずはバギーでスカートめくって、まずスカートね。はい、風の呪文でスカートめくる。あと73よ。さあ、ホースデビューいきます。いくぜ、イドルメ。暗黒の呪文を放つ！つばぜり合いぐらいさせてほしかった。というわけでね、早速マジックダブルスキャンをしました。ね、おともはね、ふざけてます。はい。お互いイオナズンが進化します。スーパーイオナズンと新イオナズン。
さあ2体のロンダル系の悪魔を連れてね、同じ賢者に挑みます。大丈夫かな、なんか大丈夫かな、向こうのパーティーそもそも呪文飛んなさそうな見た目してんけど。賢者23なんだけど、なんだったらこっち、いやもうこのスーパーユノソンがやってくれるから、いくぞスーパーユノソン、なスーパーユノソンやってくれるよね、ベリアルね。うん、さあ先手取られていく。地獄なしは別に大丈夫かな、まあ光呪文嫌だけど、あー嫌だね光呪文嫌だね、まあまあまあでも大丈夫大丈夫。メギラ嫌だね、めっちゃメギラ嫌だわなんだったらメギラも嫌ですね。てか向こうは打点やんけど、こっち打点ねえな、ほとんど多分。あーもうほらもうさあ来ました、右手にイオ、右手にイオ、左手にホイミ、せーのイホイミズキューンキューンキューン、弱っあがんあがんあがんわ向こうのイオナズンの打点はないだろうけどさ、打点なさすぎじゃないこっち、ちょっとさあ行きましょう、スーパーイオナズン、どんなんだ、はい、ほい、お、え、これモーションの両手で、両手、両手で両手でイオナズン、そしてこちらも本を出して、はい、魔導書見ながらイオナズン、かっこいいな、お前それはかっこよすぎだわ両手の指からイオナズンが光る、それは面白いわこの動画出す前にはさ、多分ねもう見てるんですよライブで、多分これが初見の反応ね、わりかしガチの初見だったからさ、これはライブで出してないんだよスーパーイオナズン、いや面白かった今のは、うん、ライブで見ることになるけどね結局へえ、スーパーイオナズンこんなんなんだね、まあ自己フラッシュに来る分にはまだいいかなっていう説はある、うん、まあ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 でね、自己フラッシュに来る分にはいいんだけどさ、あーそういうことよ、メダパニーで止まるのよこいつらが、ほら見てみ、スーパーイオナズンも減ったくれもなくなった、スーパーイオナズンも減ったくれもないよ、もっと見せてよスーパーイオナズン、なメリアルベリアル2回も混乱してもうた、大事なことだから2回混乱したのかな、行くぜイオナズン爆裂ほい、いいね、爆発は飛んのかよ、違法意味が飛んねえのか、おっと行け、うわーだかんどうすんだこれ、勝てるか、いやツバゼレ勝てればワンチャンあるんじゃねえか、本当にツバゼレワンチャンあるぞ、さっきできなかったツバゼレ合いでどんだけ勝てるかよ多分これ、うん、そうやね、ツバゼレ合い次第だわ、大丈夫、最近ライブで練習した8秒式見せます、大丈夫です、どうだろうな、寝起きやしな、まだ朝食も取ってねえぞ俺、朝食も食べてねえわ、あマジメギラ2回するやばいね、ダメージやばいなそれ、うわーマジか、メギラ2回飛ぶか、これツバゼレ勝たないとやばいよ、やるしかねえな、7に変わる瞬間、何変わる瞬間、ああいいよ勝ちゃいいんだろ、有言実行、いやー一回ライブで奇跡的にいけたことがあるんだけどさなんかライブでね奇跡的にやったことはあるんだけどね、それ以降の奇跡が見れないんだよねもうちょい早くなんだよ、思った以上に早いんだよ、でも早すぎるんだよ今度はっていうね、あ主人公止まる、まあでもこれ2体でさ詰めれないですかね、イオナズンで行くぜダークスパイク、うわー当たったー、当たったわ、オッケー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 、イオナズンでいいよ、イオナズンで勝ちだと思う、串刺しに行く何してんだ、当たったからいいけど勝ったわ終わりおい勝ったからいいぜ、おらよ勝負あり、もう一戦だけしようかなと思います、はい、アークデーモンがちょっとねいかつくなりましたけど、アークデーモンがちょっと着ぐるみ脱いだみたいなんですけど、まあ気にしないだけでくださいなんでアークデーモンが突如として力上がってさ、なんか鉄球持ってんだよ
で武器もちょっとバヒャドにしてみました。まあモテるなからね、合体武器がねこれぐらいしかないんだよな。もっとなんかさ、デギマとか打ちたいんだけどな。このティナちゃんのメンツ見るとすげえデギマ打ちたいんですけど無理でしたので、痛恨回、おーい危ねえ。さあアイアンスローでね、この行けや行け、あ元アークデーモン行きます。はい、おい、いいね、いい打点出てるよ。さあここでねバギーとヘド、さあどういう、はい、バヘド召喚、はい、ちょっとゆっくり投げてチドーンと言って、そうこれこれバヒャドは合体呪文バヒャド、バギーとヘドが混ざるねなかなか弱点取りやすいんだよ。ドラゴン系統にねバヒャドはねすごく有効なんだよね。おっとこれは、あオッケーオッケー、やる気ない、ダウンオールなら、まあ行きましょうこれがスーパーイオナズン片手でダメだな、両手で捉えればいいじゃない、イオナズン爆裂、はいはい、はい、面白い、処理重いって言ってか、いや強いな、威力高えなお前、イオナズン重装って言ってんねってかなるほどね、二重装、二重装って言っちゃった二重装なんだ、イオナズンの二重装か、へえいいね、メイクアップ、ここメイクアップですいやメイクアップ怖えまたベリアル止まる身は見えてきたわ大丈夫かな、さあ押し切れるかどうか、絶好調ですね相手、絶好調やわこうしてみたら、あベリアル食らう、ベリアル食っちゃうかですよねベリアルね、ベリアルのさ、イオナズンもっと見たいんだって俺、わかる、わかってくんないベリアルのさ、やつもうちょっと見たいんだけど、おい、嘘だろ、おかしいな、メイクアップってそんなに効くもんだったっけな、メイクアップってメイクアップでなんかさ、発動がそんなに安定しなくってさ、安定しないし、1から2でしょ、1から2なんですよ、1から2で全員2を引いたの、いやベリアル、ベリアルちょっと待って、なんでまだお前うっとりしてんの、さすがの俺もねちょっとね無言だったわ、うんうん、やってんな